皆様はじめまして、秋田大学国際資源学部資源政策コースの稲垣と申します。ミニミニ講義、公平な資源分配の可能性を探るをご覧いただきありがとうございます。早速、私の研究室についてお話ししたいと思います。さて、この写真はどこだろうと思う方が多いかと思います。この写真はタジキスタンの水力発電所から水が放流されているところです。タジキスタンはユーラシア大陸の中心、中央アジアに所属しています。中央アジアの国々は全部で5カ国ありますが、いずれもソ連解体により1991年に独立しました。タジキスタンはこの中央アジアの南部に位置します。さて、中央アジアは石油、天然ガス、石炭といったエネルギー資源が豊富なところです。さらには金や銅をはじめ様々な鉱物資源に恵まれています。また、タジキスタンは水資源に恵まれているため、最初にお見せした通り、水力発電所で電力の 90% を生産しています。さて、資源が豊富といっても、その埋蔵量は国によって異なります。つまり、資源がある国もあれば、日本のようにほとんど輸入している国もあります。この資源の偏りが時には対立の原因にもなります。そこで、私の研究室では、その対立が起きないように、地球規模もしくは特定の地域単位でエネルギーや資源を安定的に分配することは可能なのかを共通のリサーチクエスチョンとして学んでいます。そして、このリサーチクエスチョンは次のように捉え直すことができます。まずは、エネルギーや資源の分配は国際公共財になり得るのか。次に、もしその分配が国際公共財になり得るのであれば、その仕組みを維持するための理想的なガバナンスの姿はどのようなものかというものです。さて、国際公共財やガバナンスって何と思われる方が大半でしょう。単純化すると、我々の社会は個人とその個人の集合体である公的空間から成り立っています。この図でオレンジの線が公的空間、白い人型が個人となります。個人というよりプライベート空間といった方がピンとくる人もいるかもしれません。そのプライベート空間には家族も含まれますし、各個人は様々な職業に分かれます。また、体が不自由な方もいます。さらに、捉え方によってですが、会社もプライベートの空間と言えます。これらプライベートの空間の間、つまり公的空間内では対立が起きる時があります。この対立を解決したり避けるために我々は話し合いをします。この話し合いを通して調整できると、その調整できた仕組みを公共財と呼ぶことができます。その公共財を作る、そして維持する動きがガバナンスと言えます。私たちの社会は母人、それを市民社会と言いますが、それだけではなく、その市民社会を代弁する NGO、そして政府や企業など様々な役者がいます。この役者の間で対立を避ける仕組みについて、地球規模のものが国際公共財やグローバルガバナンスと言えます。で、国際公共財やグローバルガバナンスの重要な点は、今この時点の水平的な関係だけではなく、将来世代の利益も考えるということです。そして、私の研究室で主にエネルギーや鉱物資源などを対象に、今の我々の利益だけではなくて、将来世代、皆さんの子供や孫、そのために対立がない仕組みを作ることを考えています。将来世代も含めた考え方を持続可能性と言いますが、おそらく持続可能な開発目標、SDGs という言葉を皆さんも聞いたことがあるかと思います。石油環境など、限りあるものを現在の世代だけで使い尽くすのではなく、将来世代に引き渡すこと、その考え方に基づき、私の研究室では資源の公平な分配の可能性を学んでいます。なお、最近の私個人の具体的な研究テーマは、アフガニスタンを含む中央アジアで円滑なエネルギーの再分配のガバナンスは成立するだろうかというものです。
最近出版しました資源地政学という本でもそのことについて触れているので、もしよかったらご覧ください。そして、この研究や学びを進める上で、私が国際資源学部で主にこの6つの授業を担当しています。これらの授業を通じて、国際公共財やグローバルガバナンスといった概念について学んでいきます。そして、タジキスタンやポーランドでの海外資源フィールドワークを通じて、学生たちは自分なりの研究テーマを見つけていきます。ご視聴ありがとうございました。